はい、おぼちゃんです。こんにちは。あ、もしかしたらお久しぶりかもしれんね。8月の28日、時刻は10時42分を回っております。日曜日、いかがお過ごしでしょうかね。いやー、なんかね、今日はちょっともう秋を、まあ、うん、秋をね、まあ、夜なんかはね、もうやっぱり虫の音とかが、まあ、秋の虫の音がね、鳴いてるから秋なんだけど、今朝の感じもちょっとね、若干今雲多めになっちゃったけど、朝はね、まあ、今日は多分一応晴れなんだよね、まあ、薄日は差してますけど、なんかね、風もね、あってちょっと爽やか、うん。現在ここはですね、26度ですね、この時間。まあ下界はね、まだまだ多分30度ぐらいあるかもしれないけど、うん、ちょっとね、家の中をね、こう朝風がね通ってくるってのはね、まあ、あんまなかったんでね、まあ、今日はちょっと、お、なんか季節がどうやろうと思ってね、まあ、東日本はなんかね、雨っぽいんですけど、まあ、この辺から境に多分西側は晴れですね。気持ちがいいです。まあ、今朝20度ぐらいでしたね。ちょっと肌寒かったですね。いや、なんだかんだでね、8月は、主にバスがですね、まあ、最低週4、週5の日もありましたね。ちょっとね、まあ、1人ちょっとね、体壊して入院したんで、まあ、ピンチヒッターってことでね、今月やらさせてもらってますけど、まあ、あとね、それプラスこう役場のね、担当とかね、土曜日ありますんで、まあ、なんか今月は結構公共の仕事が多分20日ぐらいはやってんじゃないかな。まあ、その他にはあとね、例の、秘密基地の、秘密基地って言っていいだから分かんないけど、木工のあそこですね、まあ、あれをやったりしてて、うん、なんかあんまりね、まあ、その動画のネタ的にもね、そこまでないというか、まあ、今ちょっと地味なね、電気関係のね、やつなんで、なんかこう動きも大してないっていうね、感じでやってますんでね、まあ、ネタがねあまりございません。はい。で、ちょっとね、もう先月ぐらいから火がついて、筋トレをね、もうがっつり。がっつりって言ってもね、まあ、たかが素人なんで、知れてはいるんですけど、器具とかもね、まあ、基本ヤフオクで安くね、ゲットして、まあ、ちょっと今土間がね、こんな感じになってますね。懸垂のやつとベンチプレスが、土間をね、占領しております。はい。で、インクラインは座敷に上げまして、まあまあいい感じですね、うん。でもね、なんだかんだ言ってね、これトータルでね、まあ、ヤフオクとかあの辺でね、あとリサイクルショップ、こまめにね、貼り付いて、なんとか落札してますんで、これね、トータルでね、3万出るか出ないかぐらいですね。まあ、いい買い物したかなって思ってます。まあ、でもね、前々から言ってますけど、私まだ、ね、左がね、50型がありますんで、あんまりね、ちょっとできないですね。本格指導はね、筋トレまでできませんので、まあ、ゆるーくね、ゆるーく本当にやってます、ね。ツイキャスとかではね、たまには筋トレ配信やったりしてるんですけど、まあ
YouTube はね、あのやっぱほら筋トレの時ってやっぱちょっと音楽ないと僕ダメなんで、なんか静かなところでねできない人間なんですね。まあ、集中する人はねできると思うんですけど、僕はちょっとミュージックがないとねちょっとダメで、ってなるとまあ YouTube はダメなんで、まあ、ツイキャスはねあの曲流しながらでも別に配信ができるんで、あのそっちでやったりも、してます。まあ、YouTube はね、いっぱい筋肉の方々いますんでね、まだね、腹も全然たっぷりたっぷり乗っかってるのでね、私の体ではねとてもとても 筋トレ配信なんかできませんのでね、やってませんけど、まあ、まあこの辺もぼちぼちやっていけたらいいかなって思ってますよ。はい、ね、まあそんな感じでもう来週ね8月が、ね、終わります。もう残りあと4ヶ月ですね。まあ、24日にねあの無事に私も、51歳を、迎えることができまして、まあでもあれもね意外となんか今のご時世はね、ツイッターなりフェイスブックなりでね、おめでとうございますおめでとうございますがね、結構来ますんで、それにね返信するのも意外と大変でございますね。まあなんとかならんかなと思ってるけど、なんともならんでしょうなこの辺はね。まあでも嬉しいことですよね。はい、まあ、かまってねもらえるだけありがたいってことでね。はい、まあ51歳もねちょっとまあ今年はまあ筋肉元年ってことでね、まあ、地味に、つけていきたいと思います。まあ、やればやるだけね多分まあ帰ってくるでしょう、ね。はい、そんなことで、まあでも今週水曜ぐらいからまた天気がねずっと悪いようで、今日明日が、まあ、この地域晴れ間が出るということで、まあ、今日もね朝一発洗濯バッチリしましたので、ちょっとこの晴れ間有効に使っていきたいと思います。明日は私またねバスの乗務がございますので、今月はちょっとね頑張りたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。ミンミンゼミだ。夏も終わりだ。